おはようございます。145日目の朝です。ちょっと外まだ降ってるかな。昨日の夜予報にはなかったんですけど、雨が少し降ってて、まだこう雨の音がだいぶ止んできたかな。多分もうしばらくしたら動けるようにはなると思います。で、ここから帯広は40キロあるかないか程度なんで、まあ全然いけるかな。まあ雨が問題ですね。ただ問題はそこから先のどこに向かうかと気温ですね。ここも今朝は涼しい感じで過ごしやすいです。で、帯広も明日20度台前半まで最高気温下がるみたいで、だいぶ過ごしやすいと思います。ただ札幌、函館あたりはまだちょっと暑いのかな。出口を見失ってもだえてました、この人。起きる、ね、寝る。もう午前10時くらいです。今日はのんびりのんびり出発しました。朝一雨が降ってたんで、ゆっくりしてご飯食べ始めたのも多分もう6時半とか7時ぐらいじゃなかったかな。これは道道882号線って書いてあったかな。ここですね。カメラを固定するマウントの爪の部分が少しもう壊れかけていて、よいしょ、このカメラの向きを結構ちょっと力を入れた感じでグッと曲げると、今撮れた部分からもうバックルが外れてしまうという風になってきました。これ新しいの買うのかな、やっぱり。さすがに4ヶ月半いろんなものを使い続けてると、まあまあガタがきますね。今都市別ってところかなって合ってんのかな。でもさっき池田町って見えたしな。池田町ってところはブドウとワインの産地だそうで、さっきセイコーマートで少し休憩したんですけど、そこから3キロぐらいのところにワイン場とか書いてあったかな、あるらしいんですが、反対方向なんで3キロ往復6キロ、まあ行ってなんやかんやして1時間まあいいかな。多分これがバイクとかだったら、もしくはもうちょっとあちこち見る
ことにやる気のある人だったら行くはずなんですけど、行ったところでワンコ入れませんって場所だったらってなってしまうし、って考えると、まあそれを言い訳にしてるって感じなんですけど、別にいいかな。幕別町に入りました。もう帯広の隣町くらいの感じかな。これもう帯広入ってるのかな、まだ入ってないかもしれない、手前ぐらいですね。札内ってところに、おーい、やばい、カメラもちょっとこれ本格的にちょっとしたことで落ちるようになってしまいました。こんな時のゴリラテープだな。ちょっと後でどっかで補修できる場所を見つけて補修します。ああ、渡ればよかった。まあいいや。帯広市には入りました。ねえ、まずは六花亭を目指そうかなと思います。今サクサクパイ食べたい、サクサクパイ買ってきました。本当はもう一個ビニール袋丁寧に入れてもらえるんですけど、ゴミ増やしたくないんでこれだけで結構ですと言って、こっちが普通のサクサクパイ、こっちがいちごヨーグルト。とりあえず普通のサクサクパイからいこう。いちごヨーグルト味、すごいいちごヨーグルトの味です。最近マルコはカモンカモンカモン、籠城作戦、シェイクシェイクはマルコシェイクシェイク、オッケー、行こっか。スタバでコーヒー飲んできました。やっぱり美味しいスイーツ食べた後は美味しいエスプレッソが飲みたいです。今8月の13日なんですけど、予報では台風7号の方、6号は、ね、沖縄奄美大雨降らして熱帯低気圧に変わっちゃいましたけど、7号が列島縦断するような感じで北海道の方に来るみたいです。
で現在の予報では17日、だから4、5、6、7、4日後やってくるっていう予報になってて、ここ帯広は17日の予想でも風が、そうですね、1、2メートルの風の予報、つまり台風の影響全然受けないで、多分十勝平、あの日高山脈を越えた先の札幌とか千歳、苫小牧、この辺は風速多分9メートルから11メートル、まあ10メートル前後、あのテントが傾くかなぐらいの風です。結構強めの風です。で沖縄で一度風速10メートルぐらいの風っていうのは1、2度かな、何度か経験して、一応僕のテントはなんとか耐えうるかなと。特に風向きさえ、風向きに対して出入り口を平行に持ってくるとまず問題ないなと。で真横から風を受けるとやっぱりかなりバタバタするなって感じなんですけど、まあ耐えれるとはいえ、台風が来ると分かってるところにわざわざ突っ込むのはアホかということになるので、とりあえず17日の13、14、15、16、17、4日近くか、この辺で停滞することになるかなと思います。台風どうするか問題は深刻です。前回帯広来た時もこの辺でテントを張ったんですが、今午後7時でもう真っ暗ですね。やっぱり日が落ちるのが早くなってきました。まだまだ北海道朝は早いんですけど、それでも朝はもう日の出も徐々に徐々に遅くなってきて、とりあえず14、15、16、17、まあ台風7号過ぎるまでおとなしくするしかなさそうです。